西室純子は、日本のカーリング選手、長野県軽井沢町出身。旧姓園部、軽井沢町立軽井沢中学校在学中の1994年に、土屋ゆか子らとピックチックを結成した。1997年には、妹の園部智子が加入、同年12月の日本ジュニアカーリング選手権では2位、日本カーリング選手権では3位となった。 1998年長野オリンピックの聖火リレーに参加、カーリング会場のある軽井沢町の聖火台に聖火を点灯した。2003年6月、車で帰宅中、玉突き事故に巻き込まれ、重傷を負った。2004年3月、鳥のオリンピック日本代表候補強化、合宿県選考会に参加。通算成績は0勝5敗で三加4チーム中4人。 2005年2月の日本カーリング選手権大会で優勝パシフィックカーリング選手権出場権を獲得した。一旦は鳥のオリンピック代表に内定していたチーム青森と同年11月23日に日本代表選考会で対戦、チームは青森に2連勝すればオリンピック日本代表に選ばれるチャンスを得たが第一戦で敗れてオリンピック出場は果たせなかった。 12月に台北で行われたパシフィックカーリング選手権で優勝し世界カーリング選手権出場権を獲得した2006年3月の世界カーリング選手権では3勝8敗で11位となったがトリノオリンピック4位のノルウェーのーリナルビエのチームを破ったこの大会でサードとして出場した彼女は参加選手全員の投票によって 最もスポーツマン精神を持った選手に贈られるフランシス・ブロディアワードを受賞した。日本人としては1995年の石垣、綾子に次いで二人目の受賞であった。12月に翌2007年青森市で行われる世界カーリング選手権の代表選考会でチームは青森と対戦2勝3敗で代表を逃した。 2007年アジア冬季競技大会では予選を5勝1敗の1位で通過したが決勝で韓国に6の7と敗れて銀メダルを獲得した第24回日本カーリング選手権ではチームは大森に敗れて準優勝となった2008年の日本カーリング選手権では準優勝同年の軽井沢国際カーリング選手権大会では決勝で チームは大森を破り初優勝を果たした。2009年バンクーバーゴリンカーリング競技日本代表決定戦で北海道ところ高等学校を破り、チームは大森と対戦したが0勝4敗で敗れた。2010年4月末、所属していたチーム長野が解散、同年8月に富士急行カーリング部チーム富士山に加入した。 同年12月の山梨県選手権ではサードを務め優勝した。2019年7月チーム富士急から大部及び富士急行から退社したことを発表した。2020年シーズンより SC 軽井沢クラブに正式加入。スキップ。ありがとうございます。